この動画を最後まで見るとレイディの凄さが高いだけじゃないことがわかる。高いだけじゃない。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ。ファスティングの後はスイーツにハマっております、レイです。カイトです。こんにちは。いいね、甘党。甘党になってきた。スイーツは何、回復食にいいの？いや、もう回復食も終わって、その不満が全て溜まった。それの消化するのに、そう、スイーツの爆買い。リバウンドするやつ。糖質を体が欲することで、あ、なるほどね。断食期間中にカフェ20個ぐらいこう、スクショして。パフェとか、普段全然食わなかった。確かに。もう、バッチリスイーツ系になって、もう乙女。スイーツ男子。おー、なるほどね。男子っていうかもう、レディ。もうレディで俺。はい、ということで今回は、はい、オフィシャルヒゲダンディズムレディ、早速ボーカル分析レッツゴー。今回のレディ、はい、注目ポイント3つあります。はい、まず1つ、いつも以上にウィスパーボイス。いつも以上に、いつも以上にもう、なんだろう、もうセカオワの深瀬さんかなぐらいの勢いで、もうなんかいつもより息の量を多くしてる、うんうんうん、藤原さんがね、はいはい、じゃあそこの特にこの曲の中で一番ウィスパーボイスの部分をちょっとまず早速聴いてもらおうかな。はい、秒数が2分1秒の痛くてってところ。痛くて痛くてっていうところがあるから気持ちこもってんないや、もうもっとこもってるから、もっとこの曲はもっとこもってる。いや、よっぽど痛かったよっぽど痛いそのよっぽどの痛さをちょっとみんなに聴いてほしいから、はい、一回流してみようかな。愛が痛くて憎くてなさい。どう？いや、もう息が7割ぐらい確かに実勢が3割ぐらい、うん、それぐらいのブレッシー。真似してほしい。痛くて、あ、いいっすね、いいっすね。痛くてちょっと大げさだミュージカル入ってきたいや、でもすごいのが、うん、痛くてって手に意外とこの溝落ちのビブラートが短いながらも入ってるのがすごい。それは気づかなかった。痛いだけじゃない痛いだけじゃないと、もう一回聞いてみて、はい、手に注目ね。手のビブラートいいから言うよ。ほっ、太い愛が痛くて憎くて。おー、はい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 、結構揺れてるし、揺れてるの。そう、ウィスパーに騙されないで。ウィスパー騙してきてんだ。騙してきてる。痛い後にもうめっちゃ震えてる。痛くてぐらい、もうバババババっていうの、この震えと、あともう一曲通してウィスパー多めなんだよこの曲は。うん、CD のサビなんてなんか地声なのかなぐらいの勢いで。はいはいはい、ウィスパーが。もう半々ぐらい、地声ウィスパー半々で、ライブだと結構ガッツリ歌ってるんだけど、うんうんうん、CD はね、このウィスパー感を楽しむっていうのが結構大事だと。 CD の楽しみ方。そう、CD の楽しみ方マニアックやな。CD ではウィスパーボイスを楽しむやん。そう、CD ではウィスパーボイス、ライブではまた別の音ということで、その流れで今回の第2注目ポイントは、はい、いつも以上に高い裏声拳。いつも高いのに。そう、いつも高いのに。いつも高いのに。いつも高いけど、でも自然に出る裏声拳。ああ、まあ、あの高さが自然に出る。自然に、ね、なんかボーカル的にあるんだよ。自然に出る裏声拳と、はい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 、ちょっと高め意識しないとならないかっこいい裏声拳っていうのがあって、はいはいはい、今回はちょっと高めに出すことを意識して絶対やってる。で、今回曲紹介ポイントが2個あるんだけど、はい、両方とも、しかもなんか隠れたところに使ってるんだよね。その歌が被るところってあるじゃん。はい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 、両方とも被るところで高い裏声拳使ってるから、まずそこ聞いてみようかな。じゃあ、で、その歌かぶるところが3分3秒の、はい、おもう一回やって。3分3秒のおそれ高い高い。いやいや、もう全然違う。これの2オクターブぐらいでやってるけど、そっちやって3分3秒の O なんだけど、はい、O の後に歌かぶってきて、うん、でそのかぶってるところの O の切れ際の裏声拳が高い。かぶってるところの O の切れ際の裏声拳。そう、そこにちょっとややこしいけど注目して一回聞いてみよう。いくよ。ほっ、
カムってくるでしょ。ちょっと出そうとしたけど出てないな。ちょっとあー女の子みたいな声すごいですね。すごい。今のも聞き取りにくかったからもう一種類同じような声。次がアウふざけてるでしょ。いや、ふざけたよ、次次がアウのところのあーの終わり際が また歌かぶって邪魔してくるんだけど邪魔してくるとか言って、そう、また、まあ、じゃあそう藤原さんのあーのいいところを藤原さんの次の歌が邪魔してくる。あーの終わり際の裏声拳がまた高くていいんだよ。うん、ほうほうほう、音程に注目や、はい、裏声拳の音程に注目。はい、そこばっかりなそこも高くてかっこいい。3分35秒のあーに注目で、違ったわ。あ、違った。終わり際ね。はい。よ。ほ。痛ね、ちょっと。痛いでしょ。これは聞き取りにくいでしょ。いいよ、もう一回行く。近場で。いや、なんかすげえ伸ばすんだよ。はいはいはい。レイビー、やーってやる。はいはいはい。それを聞いといて。いや、伸びてんのは分かった。伸びて、その伸びた最後に、ちょっと邪魔してくるでしょ、藤原さん。邪魔してきた。そこに注目いた。ほっ。だいぶ上に、うん、そう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 、うん、普通の裏まあ高いから気持ちよくやっても高くなるんだけど、うん、その意識をさらに高くすることで、うん、なんだより泣いてる感というか感情がこもってる裏声拳になってて、うん、ここもすごい。いや、すごいですね、ここ、うん、これほぼ書き消してるもんねしかもその前の自分が裏声拳でも書き消してる。確かに確かに、裏声拳だらけなで、最後ここすごポイント。はい、ここすごポイントは超高音でもしっかり細かいテクニック。おー、難しいところで。そう、難しい、一番難しいところっていうか、もう歴代の曲いろいろ探してみたけど、うん、CD で2番目に高いこの曲。2番目。そう、2番目に高い曲が今から紹介するポイントなんだけど、愛しくて愛しくてって2回あるところのラストサビのところの愛しくてが CD で2番目に高い。ちなみに1番は聞かない方が。ちなみに1番はスタンドバイユー。あーの、なんかあそこあれ高いって言うよね。高い高いとか、あれが一番高い。そうなの、全然そんなイメージないんだけどね。ポイントは分かるんですよ。うん、分かる。もしイメージでしょ、歌ってあげて。いや、次回やろ次回スタンドバイユーやるわ。じゃん、あれが一番高いんだ。そう、あれが CD の中では一番高くて、でライブだとやっぱり高音域調査みたいなのも人がやってるの見たんだけどやっぱこの前紹介した、うん、あの異端なスター、あれ結構感じてたんだけど一番高いみたいな、うん、ライブで EDとかやってるんですよ、うん、あれが一番高い。へー、だから CD でゆっくりので一番高いのはここだね、愛しくて、うん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 、この愛しくての高さがすごいんじゃなくて、うんうん、高い中でもテクイのがすごい、そっち入れるみたいな。はいはい、この高いのに、この高いのに、はいはいはい、このテクニックっていうのが手にビブラート入ってるのが一緒なんだけど、愛しく手にもやっぱ溝落ちの同じようなビブラート、はい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 、同じようなって言ってるけどこの高さで入れるもんじゃないこの高さで入れるには喉の方が楽なんだよね、ボーカル的にはでもお腹で入れてるからすごい。その手にも入ってるし、愛しくての遠っていうそのしゃくり感っていうのも細かく入ってて、高い方に難しいテクニックが入ってるよね。愛しくての1回目は普通にさらっと歌って、なんで2回目の高い難しい方にテクニックめっちゃ入れてるのってぐらい入ってるその愛しくてをじゃあ1回聞いてみようかな。いくよ、じゃあ2回目の愛しくてのトとテネ、いくよ。愛しくて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 愛しく
めちゃくちゃな人なんですね。めちゃくちゃな高さでやってるからここは。これはその高いだけでテクニック入れないならできるけど、うん、高いのにテクニックがガガンって入ってるのがすごい。なるほど。これはもうここすごいナンバーワンポイント。今のところ CD で聞いて一番すごいと思ったのはここ。なるほど。でも言われない気づかないポイントだね、うん、この手のビブラートは。しかも溝落ちだよ、すごくない？いや、溝落ちはすごく強さ共感できるじゃん喉ならわかる溝落ちで。いや、それはわかる、それ全然わかる。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムのレイディのボーカル分析動画でした。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマはこの曲の高音が好き。はい、もうこれがぶっちぎり高音なんだけど、でも知らない曲ある。ヒゲダンといえば高音だし。そうそうそう、だしスタンドバイユーで高音に感じないけど高音のところとかもあったりとか、まあでもちゃんとやるから、うん、ボーカル分析好きです。おー、楽しみ。でも他にも知らない曲でここの高音がいいっていうのをちょっと教えてほしいから、はい、ぜひぜひ皆さんコメント欄にいろいろ高音の好きな曲書き込んでください。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。いや、もうこの曲はね、ボーカリストとして本当尊敬する。すごすぎて、ちょっともうここすごポイント、ほんと7個ぐらい。ボーカリストじゃなくてもすげえと思うけど。高いっすね。高い。高い。これライブで歌ってるのやばいね。やばい。ここすごポイント7個だよ。ここすごが7個。7個出てきて、どれにしようかなみたいになっちゃう。いや、後半あるね。いやー、やろうかな。